高収入のビジネスファッション格付け、ジョータのイケメン製作所っていうチャンネルをやっております。 This is more、 これもユニクロ、まあちょっとこれだけロレックス、自分のオーラに合ったジュズ、やったよし、はい、おはようございます。はい、ということで今日も企画やっていきます。今日の企画は高収入のビジネスファッション格付け、ファッションです、今日は。で、今までね、ふざけた動画ばっか出してきたんですけど、まあ、真面目というか、実際に皆さんの実態をちょっと今日お届けしようじゃないかという企画です。なるほど。要するに、ビジネスカジュアルですね。うん、はい、はい。普段会社に行くようなファッション、うん。はい。これの皆さんのリアルなのを見せていただいて、それをプロに格付けしていただくという企画でございます。ファッションに自信ある人？二人自信ある人いますね。はい。じゃあ、逆にないですか？確かに自信ないんですよ。皆さん、高収入なんじゃないですか、皆さん、ちょっと。どういった点で自信があるんですか？そうですね。言うてるだけやん。じゃあ、島田さん。やっぱ僕は、ね、服装は気使ってますから、ね。島田さん、実はもっとアパレルで働いてます。はい、そんな？あの、アタックロンキーで。おい、これ期待大ですね、島田さんはね。はい、ということで、まあ、こういう皆さんに呼びなんですが、今日プロをお呼びしておりますので、ちょっと呼びましょうか。せーの、ヨータさん。はい、はい、よろしくお願いします。ヨータのイケメン製作所っていうチャンネルをやっております、ヨータと申します。日々イケメンを製造しております、よろしくお願いします。チェーンじゃなくて、チェーンの跡がある。跡がある。すごいよな。あと両膝の。初めて膝どうした？膝をスライディングしたそう。こんな初めてです。1個目。ロカさん、なんと YouTube もね、16万人超えということで、すごい、はい、まあ、メンズモテ系というところではもう多分トップクラスの、ね、お越しいただいたので、今日は厳しく格付けよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ではまずメンバーの皆様、お着替えよろしくお願いいたします。はい、今から着替えていきます。まあ、任してくれや。うん。センスは細部に宿ります。メンズノンド読んでました。好きなものを着たい。自分本体に自信があるんで、ファッションなんてどうでもいいです。島田さん、お願いします。はい、ということでまずは島田貴則が登場しましたけども、はい、どうですか、亮太さん、ちょっとパッと見てみて、まず。いや、印象はいいです。おー、そうですね、いいですね。さすがアバクロンビーって。はい。で、これ、格付けの方はね、後で亮太さんからガチンコでやっていただきますので、細かいフィードバックは後ほどというところで。OK、はい、で、今からは、島田さんのファッションポイントを聞いていく順番にします。OK です。はい、はい、ぶち上げ島田さん。はい。じゃあちょっと今回のですね、全身のコーディネートのポイントだったり、こういうアイテムを使ってますというのを紹介してください。 OK です。もう全体のテーマは、はい、シンプルイズザベスト、シンプルイズザベストかけるいろんなシーンで使えるみたいな感じですね、はい、なるほど。基本これもユニクロです。はい、これもユニクロ、はい、これもユニクロ。全身ユニクロですか？そう、全身ユニクロ。もうユニクロのモデルやれます。そうですね、そうです、確かに。靴は？靴は、はい、ニューバランスの、これめちゃくちゃ軽くて履きやすい、はい、靴です。じゃあちょっとお前、アクセサリー類もご紹介いただいていいですか？アクセサリーは、はい、これは妻とのペアウォッチなんですけど、はい、まあ、大体4万ぐらいですね。4万。で、今日色的に、まあ、モノトーンで薄く揃えてる感じで、はい、ジャケットのこの黄色の感じと、はい、時計の縁の黄色の感じと、はい、メガネのこの茶色い感じが、うん、色として合ってるような感じで整えてます、うん、なるほど、はい、で、はい、緑がちょっと差し色っぽい感じですね、はい、で
ここがちょっと外してる感じを出してるんですけど、うん、そんなに明るい派手な差し色じゃないんで、まあ、まとまってる感じですね。ビジネス的にもそんなに悪くない感じ。かっこいいっすね。はい、で、メガネが知的感を出してる感じなんですけど、はい、まあ、外してもいいです、うんうんうん、でこれブルーライトで、これもユニクロですね。はい、まあ、たくさん作業中はかけたり、それ以外は外してもらって。おジャケットも着てもらっていいですか。イエス、はい、ジャケット着ると一気にビジネス感になると思います。おー、そうですね。まあ、もしお客さんが来て商談するとかになったら、はい、こんな感じですね。いいっすね。まあ、これでセミナーとかできると思います。確かに通勤も楽ですし、はい、いざ仕事しようってなって、うん、ガチモード入ってもこのジャケットはハマると思います。これも全部ユニクロ。これがユニクロで手に入るわけですね。なるほど。これ亮太さん、なんかここ聞いてみたいとかいう点ありますか。そうですね、はい、このパンツの丈はなんかこの短さは正解ですか。あ、これあえて、あえてです。はい、あえて。例えば僕手首もこう出してます。確かに足首も出してます。首周り系を出しておいた方がスタイルちょっとよく見えるっていうのが自分の中であるので、うんうん、あえてちょっとはみ出させてます、うん、まあ、今春夏なんで、そうですね、涼しさもあって、まあ、スニーカースタイル的にはこういう感じでいいかなと思ってますね。清潔感ですね、うん、これが島田貴則のコーディネートでした、はい。はい、じゃあお願いします。はい、もしもし。はい、もしもし、ワクワク様です。はい、はい、ということで、グッドさん山口のファッションなんですが、はい、りょうたさん、これは結構マジでいつもこれです。あ、ずマジでいつもこの耳のやつもマジでしてます。これをずっとつけて常に電話をすぐ取ってミーティングができるように、はい、これマジですね。あ、マジなんですね。ちょっとそうです。いや、びっくりビジネスセントとかさえですファッションからするとあれですか、ね、そうですね。なんか戦うんかなってジャケットも、はい、これ着てます。これめっちゃ着てますね。これ何ですか、まあ、あの細かいフィードバックはちょうどなるほど。そうですね、なるほど。じゃあちょっと今から別カメラでグッさんのポイント聞いていきます、ね。はい、じゃあグッさん、まずですね、まあ、今回のスタイルのコンセプトからお伺いして、うんうん、でその後全身こういうアイテムで構成しましたっていうのを教えてください。なるほど。ビジネス特化型のスタイルで今日は来ました。はい、うん、もうこここれ、はい、もう僕歩きながらミーティングとかするんで、もうこれこうピッと下ろして、こうピッと押したらもうミーティングがすぐ始まる電話もすぐ取れるっていう、このいつでもミーティングができる、話しながらミーティングもできるっていう。おお、すごい。ノイズキャンセルがすごい。これはね、はい、思い切りました。結構僕だから今まで紺のジャケットとか、はい、うん、グレーのジャケットとかやったけど、はい、やっぱりちょっとインパクトを出さないといけないっていうので、うん、僕しか着こなせないジャケット、はい、界隈ではネットワークビジネスの人っぽいって言われるこのジャケットそうですね、これを着こなしてます、はい。こちらにいくらするんですか。これはね、5万ぐらいで一世三宅のやつです。初めてのファッションコーディネーターさんに選んでもらいました。あ、コーディネーターさんに選んでもらったんですね。それ選んでもらってこれです。好き嫌い分かるやつですね、これで、シャツの中にシャツっていう、あ、まあ、ジャケットの下にはジャケットの下にはこれシャツですね、はい、あ、シャツですね、これ、はい、オーダーで僕結構ね、肩幅広めで、はい、オーダーで作ったのに丈の、あの発注ミスって丈ピンピンっていう、この丈なんか完全に丈ピンピンっていう、短くないですか、丈丈完全にピンピン、まあ、それがスタイリッシュなのかもしれない。逆にね、ですね。あとじゃあ時計とかも。あ、時計ね、これはね、はい、はい、あんま僕ブランド物をつけないんですけど、はい、まあ、ちょっとこれだけロレックスこうつけてね、まあ、ミア男になるっていう。ロレックスのなんてやつですか、うん、ロレックスのこれはね、忘れてるじゃないですか。そう、待って、ね、調べて教えてください。で、ね、はい、で今日の僕のこの一番の、はい、かわいさまで僕足結構気使ってて、はい、そう、革靴はこれほんまに僕絶対履いたらこう手入れ毎回、もうこれ7年履いてるんですけど、これもうずっとこう丁寧に靴磨きしてこの状態を維持してて、ローファーですね。あ、これそうそう、ローファーの、はい、脱いでパッと履けるかどうかのポイントで。なるほど。これ一瞬で脱げて一瞬で履けるって、もうこれもうこのまま履いてこのまま歩けるっていう、はいはい、これどこのローファーですか。これはね、バーリックっていう、結構このいい値段、コスパが結構いいですね。3万5000円ぐらいやけど、はい、革の品質はかなりいいっていうので、結構調べてこれ買いました。
靴下もこだわりですか？これは実は一番のこだわりです。これラルフローレンのこの靴下。おお、かわいいですね。そう、クマちゃんが。このクマちゃんの靴下を5色全部持ってて、このシャツとかインナーの色と靴下の色を合わせるっていうところはもう僕なりのこのマイこだわりポイントですね。なるほど。じゃあ亮太さん、ちょっと聞きたいことあればぜひ。はい、はい、真似してもらっていいですよ。進んでください。なあ、まあ盗むところはまあないかな。気になることは多分先ほどおっしゃってたんですけど、竹。いやー、またこれは確かに。オーダーやのに竹が短い。伊勢三宅殺し。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。秋尾さん、お願いします。はい、秋尾ブログ登場でございます。こんにちは。もう本当にいつも通りです。ずっとこれですね。フィリピンにいたんですけど、先週。ずっとこれでした。靴以外。まあそうですね、そうですね。はい、まあ、これが彼のガチファッションです、ね。うん、はい。どうですか、ちょっとまず。まあまあ、シンプルでいいですね。うん。まあ、うん、そうですね。何か言いたいことはありそうですね。まあそこは後ほどということで。はい。はい、じゃあちょっと秋尾さんのファッションポイントを聞いていきますので。はい。はい。はい、じゃあ秋尾さん、まずまあコンセプトから始まりまして、その後全身のアイテムの紹介などお願いします。はい。コンセプトは、まあ、シンプルイズベスト。はい。Less is more。シンプルであればシンプルであればいいと。はい。なぜなら、まあ、自分が主役なんで服じゃなくて、うん、自分に自信がある、自分を見せたい、はい、そういうファッションです。なんかいい感じですね。加えて、はい、毎日同じ服着てるんですけど、靴以外は、はいはい、そこはやっぱりこの無駄な意思決定の数を減らすっていうのが、うん、まあ、意図としてあります、ね、なるほどなるほど。ちょっと紹介お願いします。じゃあ上からこれ、ユニクロのクルネック T シャツ590円、はい、XL サイズ、はい、これはもうこれだけ着てます。これまたさっきあの昨日買いましたユニクロで、はい、もうこれを仕固定して毎朝着ると。おお、590円、ユニクロの T シャツですね。はい、はい、次、まあ、靴下ですね、はい、これもユニクロのソックス、はい、スポーツソックス390円。うん、これしか履いてない。靴はね、これオールデンのウィングチップなんですけど、はい、これコードバンで、はい、これいいやつですね。13万ぐらいですね。やっぱビジネスカジュアルっていうことで、はい、靴は見る人見るんで、うん、それ見る人が見ても力負けしない靴っていうのを今日はチョイスしました。なるほど。ビジネスのガチの時はこれ履いていきます。うん、デニムはこれも毎日履いてて、はい、リゾルトの712っていう型番なんですけど、はい、これはノンウォッシュの時から、これが真っ黒の時からずっと履いて育ててます。712はこれで4本目ぐらいですね。うん、一生履いてるっすね。あ、ここもこだわりがあるんですね。はい、デニムはあの履けば履くほど味が出て育っていくんで、うん、新品の画像ピンって貼ってほしいんですけど。これ半年ぐらいかな、半年ぐらい毎日履いてここまで育ちました。うん、この膝がここ一点 の子供とハイハイしまくってるんで、はい、それもまたいいんですね。はい、生活スタイルがデニムに現れるってことですね。なるほど。何かちょっと見て気になるところがあれば。そうですね、まあやっぱオールデンということで、はい、ちゃんと、うん、まあ、ビジネスカジュアルということで、まあいい靴履いてあるのはめちゃくちゃいいなっていう、はい、ベルトはしてないのあえて。あ、そうですね、あの Less is more っていうことで、あのベルトっていらないと思うんですよね。ベルトいらない、ベルできるだけ物減らしたくて。なるほど、うん、ベルトはしないですね。うん、はい、ということで秋尾ブログのコーデ紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。はい、次山宮健太郎の登場でございまして、まあ、これあれですね、気合い入れてる時のスタイルですね、これね。
そうですね、あの僕はあの内部より外部に出向くことがすごい多いので、うん、結構気合いの入ったカジュアルスーツなんです、うんうん、はい、どうですか第一印象。まあセットアップなんで、はい、まあ、外れはないかな、うん、靴とかもこだわりあるんですか。いや、フラット ABC マート歩いてて、まあ、いいなと思ってフラット ABC マート歩いてそう珍しいですちょっと足元になんかあるかもしれないですね、これはね。はい、まあ、まあ、まあ、また後ほど、はい、でちょっと山宮さんの方でしょうか、聞きたいと思います。はい、はい、じゃあ山宮さん、まあ、全身のコンセプトとあとそれぞれどこで買った、はい、どういうアイテムかどういう思いかっていうところを紹介してください。コンセプトはできる風ビジネスマンなんちゃってコーデです。できる風なんですね。はい、できる風一応できる風です、はい、まずこのセットアップが、はい、これユナイテッドアローズで、お金額的にはセットアップで6万円ぐらいのものですね。うん、はい、で中のこの白 T シャツは、はい、まあ、ユニクロで590円で買えるものになりますと、うん、はい、であとは、まあ、靴、まあ、さっきも言ったんですけど、はい、まあ、フラット ABC マート歩いてて半額だったんで、はい、あ、ええやんっていう感じで直感的にもうこれでって言って買ったやつです。直感なんですね、はい、まあ、最後なんですけど、うん、僕と言ったらこれですね、はい、やば、はい、ジュズめちゃめちゃつけてますね、はい、この術、まあ、まずあの一人一人に属性がありますと、うん、で僕水タイプなんですね水の属性なんですそうなんですか。で水の属性に合ったお寺が日本各地にあります、うん、その中で最もいいと言われている、うん、はい、江ノ島の長谷寺というところがあります、はい、ここすごくエンターテインメント感があって、はい、結構いいお寺、うん、ここで買ったものですね。でこれ虎の目、はい、虎の目のやつ2つついてます、はい、でこれはあの邪気みたいなのを払うもの、はい、でこれトータル9000円ですね。なるほど、なるほど。最後アップルウォッチ、はい、これはあの嫁からもらったアップルウォッチで、うん、まあ、常にこの服装で外部の方に乗り込んでって、はい、一応ですね、あの今期の僕の外部の組織向けコーチングの、はい、まあ、制約率、はい、このセットアップで全ていって 100% です。はい、外れたことありません。そういうコーディネートなわけですね、はい、今期はもう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、まあ、ちょっと気になる点とか質問があれば山宮にお願いします。はい、そうですね、まあ全体的な印象は別にあの、はい、いいと思います。はい、ちょっと足元ら辺が若干まあ気になるかなっていうのはまあありますけれども、はい、なるほどなるほど、印象はそんな悪くない。そうですね、いい感じかな。はい、ありがとうございます。じゃあ後ほど格付けで、はい、じゃあ山宮さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。目覚めよ日本人。いいですかこれで。はい、アマチュアス村岡登場でございます。どうもどうですか、ルカさん第一印象として。そうですね、まあカジュアルさと、うん、まあ、ジャケットでのそのドレス感、はい、まあ、両方持ち合わせてはるのと、あと気になったんですけど、ゴールビーの方ってあの数珠つけないとダメなんです。数珠率高いですね。数珠率高い、うん、自分のオーラに合った数珠をつけてる人多い。まあ、でも大輝さん日頃割とこういうこんな感じですね、うん、はい、まあ後ほど移動します、はい、あ、そういう感じなんですね、はい、じゃあちょっと大輝さん、はい、ここでポイント聞いていきます。はい、はいはい、では大輝さんですね、コーディネートの、まあ、コンセプト、はい、あと全体どういうアイテムで構成されているかというのを教えてください。ロックテイストにちょっとビジネスアイテムをやって、はい、砕けた感じにしてます。なるほど、ロックかけるビジネスということで、はい、この靴、はい、これちょっとあんま言いたくないんですけど、はい、秘密があるんですけど、はい、秘密、身長がアップします。そういう仕掛けがあったんですか。で、はい、形もすごい可愛くて、紐もちょっとひらひ、うん、革のひらひもに変えて、カジュアルさをアップさせていきます。なるほど、はい、なのでこれ細い紐だとよりビジネス寄りになっちゃうんですけど、はい、このぐらいの太さだと、うん、まあ、カジュアル寄りかなっていう革靴になっております。うん、ありがとうございます。じゃあちょっと上半身からお願いします。はい、このジャケットはですね、はい、ユニクロですね。ユニクロ大好きなんで、うん、はい、普通にシンプルな黒のユニクロのジャケットに、はい、ちょっとなんか古着っぽい感じになってる、はい、ACDC ですね。 ACDC って何ですか。嘘やろ。
え？バンドバンド。あ、バンドなんですね。そういうの T シャツに。ロックバンド T シャツ。はい。はい、に、501復刻モデル、37モデルですね。リーバイスですね。はい。おお。を、まあ、結構色が、はい、合せてきてる感じ。うん。で、白、靴下、はい、黒です。うん。はい。あと時計と、そこの解説もお願いします。時計、あのタグホイヤーのアクアレーサーですね、はい、そんな高くもなく。これおいくらですか？これ30万ぐらいだと。いや高っ。ちょうどいいぐらいの値段ですね、うん、私の年を。そしてこれ、はい、自分のオーラに合った数珠、自分のオーラに合った数珠、はい、となっております、はい、ありがとうございます。じゃあ亮太さん、質問等あればお願いします。このロックマンのバンティーに黒のジャケット合わせたのはあえて、あえてちょっとあのこういう格好が普通のね、まあそうですね、カジュアルにちょっとジャケットを着て、うん、軽いビジネスもいけるように、うんうんうん、なるほどなるほど、ちょっと 色、はい、色がね、後ほど格付けお願いします、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ということで、マンティ・ウクアラさんです。彼はボディービルダーです。うん、見たわかりますね、はい、もうそれだけです。なんかコメントありますか？ないです。マジさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、まあ、我々メンバーのファッションを見ていただいたんですが、はい、まずちょっとどうでした、全体見て、見て。そうですね、まあいろいろと難があるかなと。で、今回ですね、項目がですね、色味、シルエット、うん、そして純粋にかっこいいかどうか、うん、なる、うん、この3つの観点で亮太さんに格付けをしていただきますので、はい、皆さんよろしいでしょうか。おっす、おっす。まず4位発表お願いします。はい、おやだー。よし、亮太さん、村岡さんを4位に選んだ理由を教えてください。そうですね、まあ、村岡さん4位させてもらったんですけど、なんかロックかけるビジネスみたいなのをおっしゃってたと思うんですけど、はい、まあちょっとよくわからない。かけ離れすぎてて、あ、なるほど、はい、ちょっとバランスが取れてないな。なるほど、はい、基本的にファッションはドレスよりとそのカジュアルよりっていうのがあって、うん、まあ、ドレスとカジュアルのバランスが結構大事なんですけど、なるほど、それがちょっとかけ離れすぎてたな。なるほど、はい、このバンティーを着るのであれば、このジャケットが黒とかじゃなくて、もうちょいカジュアル なるほど、ネイビーとかカジュアル感のあるジャケットやったら、まあ、バランスは取れてたかなと。それか、まあ、バンティーじゃなくて普通のシンプルな T シャツとかであれば良かったかなと。なるほど、思います。参考にさせていただきます。よろしくです。はい、では亮太さん、次第3位発表お願いします。うわー、そう、じゃあ亮太さん、なぜ3位だったかよろしくお願いします。はい、まあやっぱシンプルでいいと思います。とはいえ逃げが、ダメなの。ビジネスシーンであればもうちょっと攻めてもよかったかなっていうのと、まあ、ベルトとかあれば締まりが良くなって良かったかなと思いますね。とはいえ、まあ、外れはないですね。外れはないですね。まあ、レシーズモアなんですけど、まあ、この格付けチェックで言えばちょっと物足りなさが感じましたね。ということでしたが、アギオブロさん、どうですか？おっしゃる通りです。次につなげたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では亮太さん、次に第2位発表お願いします。はい、ああ、もうやっぱそうか。まあ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 、そうですね。そうでしたね。はい、では山宮健太郎が2位なりを教えてください。はい、セットアップで、まあ、カジュアルさをチェックでね、まあ、出してて、まあ、そのそれこそセットアップでドレス感もあるし、まあ、チェックでその外しのカジュアル
さも遊び心もあって見えていいかなとあります。あと足元のその丈が短いのもちょっと気になる。確かに。あ、これ意図的？あ、意図的？はい。あの足長効果。あ、じゃあ下げた方がいいかもしれない。あとまあ2センチくらい下げてたらよかったかな。なるほど。あとちょっと短すぎたか。あ、ちょっと短すぎた。ちょっと短すぎましたね。なるほど。あと靴がちょっとなんか登山行くんだ。確かに。これならあの普通に革靴とか、はいはい、もしくはもうスニーカーで思いっきり外すかやればまとまりあっていいのに、中途半端なこの登山靴がダメでしたね。りょうさん、数珠はどういう評価ですか？あ、なんか触れたらあかんのかな。数珠がこんだけつけてあるっていうのはファッション的にいいのか悪いの？いや、まあ、悪いです。もうちょっと違うアクセサリーとかやればということですかね。山根さん、どうですか？いやー、もう本当に参考になる意見がめちゃくちゃあったので、早速靴を履き替えます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、では亮太さん、第1位の男の方をポンポンと叩いていただければと思います。はい、ちょっと残念やったな。いやー、まあね。いや、それはそうですね。それはそうです。びっくりした。びっくりした。はい、では島田さんを1位に選んでて教えてください。はい、さすがの一言ですね。ただす、シンプルのもう頂点みたいな。やっぱまあご自身のスタイル、まあ、肉体もちゃんと加味したファッションであるし、まあ、色味もまあカーキとそのベージュでマッチしているし、ね、ちゃんと解説してるんですよ。まあそのメガネで その遊び心でちゃんとスニーカーでそのカジュアルさも外しで使ってる。素晴らしいですね。すげえ、全然違うよね。強いて言うなら、まあ強いて言うなら竹がもうちょっとだけ長くてもよかった。そうだよね。はい、そうだね。ちなみに全身ユニクロなんで。それが素晴らしいですね。そうなの。ユニクロユニクロすげーな。ということで全体的に非常にシンプルにまとまっているという評価でしたが、はい、どうですか、島田さん。まあこれは勝たないといけないなと思ってたんで、うん、嬉しいです。おめでとうございます。最下位来い、最下位。はい。厳しくお願いします。はい。まあヘッドホン意味がわからないし。戦うんかな。スカウターみたいな。スカウターみたいになっちゃってるんで。と、まあ、一世三宅のジャケットということなんですけど、うんうん、まあ、完全に営業妨害。おい営業妨害や。まあ、一世三宅の、まあ、特有の、まあ、プリーツっていうデザインなんですけど、はい、泣かせてますね。一世三宅で泣かせてますね。なるほど、はい。もうちょっとなんか、シンプルな柄でも良かったんちゃうかなっていう。で、まあシャツもオーダーやのに、なんでか知らんけど丈短い。で、まあ靴下とその色を合わせるっていうのは非常に、まあ、良かった。ナルブローレのポロペアの靴下ということで遊び心もあっていいと思うんですけど、まあ、これをパンツの色と合わせてあげるともうちょっと足長効果もあって、あー、ちょっと浮きすぎてる感じ。そうですね。あ、なるほど。まあでも、外しとしてはいいんですけど、まあ、全体的にその、やっぱ、かっこよさがない。ない。かっこよさがない。シンプルに。はい、今まで、無難な黒とか、紺ばっかりやって、うん、はい、無難な人生面白くないなっていうので、もうパッとこう、初見で覚えてもらえるような、うん、今までにない服着ようみたいな、うんうん、攻めた結果なんで、後悔はないですね。なんか出てました、ね、出てんだ。これちょっと1個だけ1点リベンジャーにさせてほしい。一斉にやるけどもう1着の黒だけがあって、これ着てたらちょっと1位慣れてたんじゃないかなみたいなのにちょっとだけ。ちょっと見たい見たい。あれどこ行ったの。はい、ということでグッサン再開ですが、いかがですか今の気持ち。はい、これも攻めた結果です。短ランボンタンみたいなね。はい、でも今も無難な人生面白くないんで、最高の人生にしましょう。ありがとうございました。高収入なメンズメイクでかっこよくなれる説。白ってな200種類あんねんで、肌がどんどん綺麗になっていきます。おい、ここむずいな。もうこれが男らしさよ。メンズメイクではないですよね。